皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、6月1日、10時55分。農林水産省のデータなんですけども、お米とかの、貿易輸出入のところ、まあ、私が見る限りでは2020年のデータで止まっています。で、まあ、バレたということが聞こえてきてるんですけども、世界国勢税、昨年買ったものも2020年のデータで止まってしまってるんですよ。で、まあ、円安になって、まず何が見たいかって言ったら、お米を、日本が海外に輸入して、海外から、まあ、海外から輸入して、海外に輸出してるっていう、そのわけのわかんない、数字があるんですけども、まあ、それも世界国勢税の人口自体が、満州国と、台湾と朝鮮半島を併合していた時の人口表記ですから、ちょっとね、今の国境でも範囲ちゃんと分けなかったら、これもう無理ありすぎます、本当に。もう何が何だか全然分かんないです、本当に。で、まあ、ただ、いろんなところ撮影しに行ってますから、私の場合は。明らかに畑の作物の量が日本のという国の場合は少ないっていうことは、それはよくわかるんですよ。だから、まあ、以前、ムン・ジェイン大統領とキム・ジョンウンさんの方で、会談していただきまして、まあ、ムン・ジェインさんの方で、まあ、日本のテレビ放送の字幕では、2045年までに、まあ、朝鮮半島を、統一すると。まあ、そういった意気込みを、語られていらっしゃいました。で、これ最終的な結論なんですけども、まあ、エネルギーの残存量問題があります。で、できるだけ自分の国で、農作物を、作っていただきたいと。で、その昔からこう国という形であるからには、そこの地域に合った形のその農作物を作って、で、まあ、美味しく、食べれるように。まあ、例えば、まあ、日本人の方もそうなんですけども、うどんとかラーメンとか、特にラーメンがすごく日本では、一般食として、食べていらっしゃいまして、まあ、けど、中国の方たちとか、多分北朝鮮の方たちとか、韓国の方たちとか、台湾の方たちとかも、ラーメン好きですよね。で、元は小麦ですから、ウクライナとか、ああいうふうな緯度経度の国でも作れるということは、まあ、日本で言うと、一番北の方が、まあ、北海道というところになるんですけども。まあ、地図見てもらったら、ああ、日本ってそういえば、まあ、他国の方でした。こういうふうな形だったって思うんですけど、まあ、この北海道とかでも、十二分に、まあ、小麦を作れると。まあ、こういうふうな形だと思います。ですので、まあ、北朝鮮の方も、小麦とかをたくさん作って、で、実際のその表記してる人口とは全然違う人口で、まあ、空き家続出の状況もあるでしょうし、まあ、できるだけ、まあ、ダムの水云々や池の水云々、農業用水路、まあ、そういったところをうまく利用して、まあ、農作物、できるだけ自国で食べるものは、自分の国で、賄うようにという形に、しなければならない。で、それに関して、やっぱり今の世界国勢税のデータではもう、正直わかんないですね、本当に。どういうふうにこう動いているのか。要するに、輸入輸出をすると、船に乗せて運搬したり、とんでもない時は飛行機に乗せて運搬するでしょう。そうすると、ガソリンなどの消費の仕方が大変なことになると。だから、まあ、最終的には、その自然再生可能でしっかりと、エネルギーが得れるようになれば、河川水門回収機動発電などです。
まあ、貨物列車で大体の地域や範囲は運搬できるわけじゃないですか。まあ、24時間あったら、まあ、だって大体日本列島だったら、24時間あったら貨物列車だったら、青森から山口県ぐらいまで、輸送できるんじゃないですか。そこは電気で動くところだから、だからまあそういうふうな形に社会をシフトチェンジしなければならないんですけど、まあ今のデータ表記ではもう全くわからないですね。何をどうするのか。まあ、わかりやすいことが、あるとするのであれば、まあ日本は小麦を、ほぼ作ってないんですよね。まあ、この辺の畑とかもそうですし、まあ、加東市、三田市でも小麦畑を見かけるどころか耕作放棄地ばっかりですから、もうそこは非常にもったいない。だからその辺のところ、トラクターを使うんじゃなくて、こちらのクワの方を使って、畑を耕すと。で、肉体労働を強いた僕からの感覚で言いますと、まあ、あとは高校生とかで、頑張って部活してる人たちとかね、しっかり体鍛えてる人たちの体力で、自分でね、考えてみたらわかると思うんですけども、正直1時間あったら10メートルかける10メートルぐらい耕せるでしょう。じゃあ1日で、まあ、間、まあ、息継ぎで、まあ、休憩入れたりとかしたらいいと思いますよ。次の日のこともありますし、まあけどね、日暮れまでぐらいしか畑耕すこともできないですから、まあお昼ご飯食べる時間とか省いたり、省くっていうか、まあその労働時間から、まあ、しっかり言いたいのは、まあ休憩時間、45分、取得して、だからまあ、だから1日で、まあ50メートルかける50メートルはできるでしょう。だから、週休2日でも、250メートルかける250メートル。だから、1週間で。だから、それは標準的なところでしょう。早い人だったら、週5日で、朝から夕方までで。で、無茶な、労働時間とかじゃなくて、ちゃんと間々に休憩入れて。それでもう、300メートルかける300メートルとか、土が柔らかかったら、500メートルかける500メートル、クワで耕せるんじゃないですか。本当にパワーある人だったら。持久力と。多分昔の僕ならそれできてたと思いますよ。身長170センチぐらいの僕でも。だって中身入ったというか4巻同時に持ち上げて、スタスタ歩いてましたから。まあ、今の腕の太さはもう倍ぐらい太くて、まあ、腹筋とかも結構ついていて、まあ足の筋力もまあサッカー選手みたいな筋肉のつき方してましたね。膝から上力入れたらポコッとこう筋肉が出るような、浮き上がるような、時の体力だと多分1週間で500メートルかける500メートルぐらいクワで耕すから、もうあとね、田植えとか、そういうことですから、言うでしょ。運動部入ったんだから、ね、それぐらいのことをみんな、当たり前に、まあ、最低でも250メートルかける250メートル、5日間ですよ、5日間。1日じゃないですから、1時間とかじゃなくて。もともとは1時間で10メートルかける10メートルだから、正直多分楽勝だと思いますよ。いや、だから、5分ごとに、ちょっと息継ぎに、1、2分休憩入れて、5分も、10メートルぐらい進むと思いません？いや、まあ、間はクワの大きさだから、まあ、30センチぐらいだったとしても、だから、3往復か4往復。まあまあ、丁寧にしようと思ったら5往復。けどまあ、1往復で1、
往復というか、あ、往復だから3往復で十分ですね。だから、片道だけで5分かけたとしても、やっぱり間々に息継ぎの、そのね、休憩時間入れたとしても、余裕でしょう。どう考えても。以上です。皆さん、ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。だから世界国勢税で、日本の人口のところは、正しく表記するのと、あとは、農業関係ですね。だから、自分の国で何を作らなければならないのかっていうことをしっかりと確定して、耕作放棄地を、しっかりと、耕すと。で、あとはトラクターに頼らない人間の手作業。だから昔は、ガソリンとかを使わなくて、こう、ね、こう、お米で言うと、まあ、お米の周りに殻があるわけじゃないですか。だから脱穀機というものがあって、そういうのでできていたから、みんなあんまり太りたくないでしょ。ある程度体、筋肉、ついておかなかったら、なんかね、見た目的にも、ねえ、まあ、かっこ悪いというか、あんまりね、こう、この辺とか、こう、だらんとしてても、ねえ、お腹とかもそうですし、まあまあ、その辺のところでね、しっかりと肉体労働してと、結局ね、筋トレとかするんだったら、ね、畑耕して、ねえ、体鍛えといてはいいんですから、というわけで、農林水産省の方たちとか、まあ、世界国勢税を作られてる方たち、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。あとは、まあ、国連の方で、世界中のその地面の、その掘削してる地点の、深さですね、特に、石油、ガス、金属類、あと海底何メートルのところから、まあ、基地が、あるだとか、1800メートルってかなり昔からなんですよ、海底。だから今本当のところ海底もう2000メートル超えてます、石油を採掘したりしてるところ。ちょっとね、その辺のとこ詳しく、記載してもらわなかったら不可解極まりないですね。本当のところどうなんだろうっていうことになりますね。だからこれで正しい知識を身につけたものが世界中でじゃあ何人いるのってなった時にほぼいないみたいな形になるんですよ。だから安倍さんが総理の時に国会でね、僕が今言ってた内容のようなことをこう言った時にね、で、その時に、なんでこんなことになってるのとか、なぜそうしなきゃならないのっていうふうな返答だったんですね。あ、その辺のところで、そのエネルギーの残存量問題を突き詰めていくと、各自自分の国でしっかりと、自分たちの食料は確保しなければならないという形になってきますから、船の往来で物を運搬したり、まあ飛行機もそうですけども、そこも削減したいわけじゃないですか。エネルギーの消費を。あとトラクター。昔はね、テレビのニュースとかでも、そうそう、まあ、クボタという会社などが、トラクターを作ってたと思うんですけども、まあ、だからその辺のところね、やっぱり若手の人にチェンジしてないからだと思いますよ。むしろ畑仕事って力仕事だったはずですから、トラクター乗られてる方ってご老体の方じゃないですか。で、けどね、本当のこと言うと、老人でもね、力仕事さえしてたら、それなりに筋肉つくんですよ。60でも70でも。
だからね、やっぱりトラクターいらない論になってきますね。どうしても便利だから使ってしまうと思うんですよ。まあ、そこもこの国が変わらなければならないことであって、26年前から言ってたことなんですよ。で、変わるどころか耕作放棄地が増えていってるというこの状況、本当にしっかりしなきゃならないですね。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。